ソステヌート編補長調 K.K. イーブブ -10 は、フレデリック・ショパンが作曲したピアノのための商品である。ワルツに分類される場合は当時番号をつけて、ワルツ第18番と呼ばれることもある。1952年に、イギリスの個人所蔵から発見され、1955年4月に、ロンドンのフランシス・デインハンター社から出版された。限定先は、 デ子シのエミール・ガイアールであり、自筆譜には、1840年7月20日パリにてと、書かれている。緩やかな4分の3拍子のため、ワルツに分類されることもあるが、自筆譜には、ワルツという題名はなく、ただ、ソステヌートと書かれているのみであるため、ショパン研究家であるモーリス・ブラウンはマズルカ、もしくは、野草曲に分類されるべき曲であると述べている。 パリ音楽院のサイトリーディング試験にこの楽曲が用いられた。曲のタイトルは、レクチャーアビューとなっている。変歩長調、ソステヌート、二部形式。変歩長調の音階に属さない F、c 音を、旋律線に挿入する点は、ショパンの作曲語法の成熟を示している。後半部は転調しないが、左手の低く、憂れいを含んだメロディが印象的である。だ。 カーポの指示は書かれていないが、関高弘は前半部を繰り返す三部形式の形で演奏するのも良いであろう、とコメントしている。ありがとうございます。